おはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめまして、宇宙人チャンネルのコウジです。ということで本日も行ってみようということでね、今回ですね、ちょっとたびたび僕の前の動画とかでもね、少しちらっとお話ししたですね、ワンピースとね、都市伝説のね、因果関係をね、くっつけた考察、僕がねちょっとしてきたんですけれども、それのですね延長のお話をねしようかなと思うんですけども、まあね、これ一応聞いていただいてる方、前のね動画とかでもちょっとたびたびコメント最近ちょっといただくんですけれども、ワンピースの尾田先生はそんなことねいちいち考えてないよとかね、いろいろコメントあるんですけれども、あくまでね僕の都市伝説なんでね、ちょっとそこはねこいつマジでこんなこと言ってんのかっていうようなね、そういう目でねこうコメントをするんではなくて、都市伝説の一部としてね聞いていただければ、幸いです。ということでね、今回もちょっとその考察の方行きたいんですけども、まあ前回のその動画でお伝えしたですね、黒ひげ海賊団、これがですねワンピースの最終ボスになるのかなというふうに僕は思ってるんですけども、まあ黒ひげ海賊団はですね、まだまだこのちょっと謎がねかなりたくさんありまして、謎めいた人物なんですけども、まあそことね都市伝説がねかなり密接な関係があるんじゃないかなっていうふうに僕はね推測しているということでですね、まあちょこっとですけども、僕がねこう感じていることっていうのがあって、インペルダウンからねこう解き放たれた世界最悪のね、海賊たちとか囚人をねこう解き放った黒ひげなんですけども、まあ黒ひげ海賊団はですね、どうやらその都市伝説とねやっぱりこういろいろつながりがあるんじゃないかなと思ってこう自分で調べてたんですけども、まずね黒ひげティーチっていうのはね何なのかなっていうふうに思ってたんですけど、これ僕のねあくまでこれ一応まあ海賊がねモデルになってるんですけども、そうではなくてね、そいつらの持ってる能力がね今現状の都市伝説とかねどういったつながりがあるのかなっていうところで調べていくとですね、まあ、ティーチはねおそらく、まあ、インペルダウンからこう囚人を解き放った、しかも世界最悪のっていうことでね、まあ、悪の根源ということでですね、それとね都市伝説を無理やり結びつけるんですけども、インペルダウンっていうのはね、僕はねこの現実世界でいうペンタゴンとかねダーパとかねその辺の類なのではないかなっていうふうに思ってるんですよ。でそのペンタゴンのね地下にはねナチスヒトラーがねまだそこの地下でね生きているとかね、そういった説とかね都市伝説ってあるんですけれども、まあ、そういったところが結びついてるのかなと思って、まあ、そこでですね黒ひげ海賊団のこう一員をね見ていこうかなというふうに思うんですけども、まあ、黒ひげ海賊団のねメンバーはですね、まあ、こちらです。はい、マーシャル・ディ・ティーチ、これ船長ですね。でバン・オーガー狙撃手、ジーザス・バージェスね、この格闘のやつね、そして毒球、はい、ラフィット、そしてインペルダウンから解き放ったシリュー、はい、でサンファン・ウルフ、バスコ・ショット、カタリーナ・デボン、アバロ・ピサロ、はい、じゃあこの辺でですねちょっと考察の方していきたいんですけども、まずバン・オーガーなんですけどもね、まあ、狙撃手っていうことでね、最近その狙撃に関する都市伝説って何かあったかなと思ったらですね、まあ、ケネディ大統領の暗殺事件にねその公表が噂されてたんですけども、まあ、結局まだね公開にまでは至ってないんですけれども、まあ、そういったことに関連するね何かなのではないかなというね勝手な僕の考察があるんですよ。その狙撃したのは誰か、その狙撃の犯人というかね、まあ、そういった人が関わってくるんではないのかなと。そして続いてなんですけどね、この毒球というねこいつがいるんですけども、こいつはねじゃあ何なのかなというふうに思ったらですね、毒球、まあこれも無理やり結びつけて申し訳ないんですけどもね、リンゴ、爆発するリンゴをね能力としてね持ってるっていうことなんですけども、リンゴイコールね、まあ、僕らの使ってる製品であるじゃないですか。まあ、あれがねたびたびねどこかでねこう爆発して死亡事故が起きてたりとかするわけですよね。っていうことはですね、まあ、そういった電子機器とかね、まあ、そういった関連にね強く根付いてる。でそしてまあそこのリンゴ企業がですねアメリカはね推してるんですよ。っていうことはね、まあ、その裏にはね何かこう陰謀があるのではないかなっていうふうな推測をしているっていうことで、まあ、そのねリンゴ企業もね全世界にこうバッと広がって、今はほとんどの人がねその企業のね電子機器を持ってるっていうことでね、まあ、そこに何かちょっと関連してるのかなと。で最近分かってることなんですけどもね、この電子機器ね携帯電話とかから発せられる電波っていうのはですね、がん細胞をねこう活性化させるっていう研究結果みたいなね、そういったこともあるんでね、そこも何か関係してるのかなっていうふうに、まあ、個人的には思ってるということなんですよ。そしてですね続いてラフィット、ラフィットのねモデルになったものはですね、ジャン・ラフィットというね実在する人物がね過去におりましてね、
この人はですね、まあ、フランス人だったんですけども、まあ、ハイチ革命というね、ものが起きて、その最中にフランス人に対する迫害とね、暴力から逃れるために、ルイジアナに逃げたと。ピエール・ラフィットとね、アメリカに逃げたっていうふうにされてる人物なんですね。まあ、このピエール・ラフィットね、このちょっとピエロっぽいイメージと、まあ、名前のラフィット合わせるとワンピースに出てくるラフィットにちょっと近いのかなというふうな形になる道化師みたいなね印象を持ってるということでですね、まあこれは結局的にですね、この人はまたさらにねアメリカも敵に回してね、一度はですねこうやって逃げたラフィットはですね、まあ、アメリカとねイギリスの間でねこう独立戦争が始まったわけなんですけども、その中でこうアメリカに忠誠を誓ったですけども、その後ですねそのアメリカを裏切ることになるんですよ。まあ、そしてですね結局この人もねもともとねこう海賊の血があってですね、まあ、海賊活動を続ける道をね選んでしまったと。そしてね恩恵を受けていたねアメリカをね平然に襲うっていうことでね、結局アメリカも裏切ったっていうことでね、そういった人物がいるんですよ。アメリカをこう敵に回すというようなね人物をこう思い描いてるっていうことなんでね、そういったことに関連してるんじゃないのかなというふうに、まあアメリカを裏切る、そしてね、まあ、裏切るイコールね実在の話ではこうイギリスから独立してアメリカに行ったってことなんですけども、そのアメリカを裏切って海賊活動を続けるということでね、またこうイギリスとか欧州とかねそっちの方の味方につくんではないのかなというような見方がね一方であると。そしてですね、まあ先ほどねこのインペルダウンとペンタゴンがねつながりあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、まあそのペンタゴンにはね地下施設があったりだとか、まだまだこう出てきてない情報っていうのがたくさんあるんですけども、まあインペルダウンはねこう囚人たちをこう囲ってる、まあところなんですけども、ただね、今回解き放たれた人たちのねこの能力とかを見ていくとペンタゴンにね結びついてるんじゃないのかなと。ペンタゴン国防総省ですね、国防総省がねダーパとかねそういったものも関連してくるんでね、そういったその能力というかねこう世界をこう牛耳りたいようなね陰謀みたいなのがかなり見えてくるっていうことでですね、続いてなんですけども、はい、次雨の支流、こいつですね雨の支流、これね俺思うんですよ、これねどっからどう見てもねこの人軍服着てますよね。で軍服がねこれナチスを思わせるんですよね、まあ、僕の中でですけど、まあ、一部ではこう結構調べていくとね鄭氏龍っていうね中国の海賊をね、モデルにしてるんだっていうようなことも言ってるんですけど、まあ、それもね一理あるかなっていうふうに思うんですけども、僕はどっちかというとねこれはドイツのねヒトラーを思わせるねナチスのね軍服にものすごい似ているなということでですね、この氏龍インペルダウンのねレベル6から解き放たれたということで、ナチス思想を持ったね、最悪のね人物がペンタゴンにね地下に眠ってるって言われてますよね。ヒトラーはまだ生きてるって言われてますけども、そこからね何か解き放たれるのではないのかなというような風に見てて、で雨の支流っていう雨っていうついてるんで、雨ってなんだろうなと思って調べたらね、まあ気象兵器というねものがあるんですよ。人工的に雨を降らしたり災害を起こしたりとか、まあ、ハープとかの技術もそうなんですけども、人工地震とかにもつながってくるんですけどね、まあ、こういったものに関連があるのかなと、まあ、勝手に推測すると。でそうしてその雨の気象兵器とかね、そういったもの電磁波的なねものとかでこう操るんですけども、そこ調べていくとね結局国防総省ペンタゴンにつながるんですね、ダーパにつながるわけですよ。ダーパも国防総省のね、部署であるんで、その大元はペンタゴンということでですね、この雨の支流っていうのもねそこのペンタゴンに関わってるなと。ヒトラーもねペンタゴンの地下にいるということで、ちょっとつながりがあるんじゃないかなと。そしてここからなんですけどもね、サンファンウルフ巨大戦艦とされていてですね、このモデルになったのがですねスペインの海軍のね、要塞だったねサンファンデウルアというね、まあ要塞があったんですけれども、まあ、ここもね何かじゃあ関連してるのかなと思って見ていくとですね、こっから先のですねこのサンファンウルフとバスコショットとね、カタリーナ・デボン、この辺がですね、どうやら密接な関係があるなというふうに思ってるんですよ。でそれはなぜかというとですね、これ今言ったサンファン・デ・ウルアというね要塞、スペイン海軍のね、モデルになってる。そしてバスコショットなんですけども、バスコショットはですねバスコ・ヌーネス・デ・バルボアというね人物がいるんですよ。でまあこの人はですね探検家だったんですけどもね、この人を調べるとねこの人もスペインなんですよね。まあスペインがここに関わってるぞと、じゃあもう一個ね行ってみようと、カタリーナ・デボン、この人も解き放たれたと。カタリーナ・デ・エラウソというねスペインの女海賊ということで、ここもスペインが関わってくるんですよ。そして最後ですね、アバロ・ピサロ、このモデルになったのはフランシスコ・ピサロと、バスコショット編で出てきたですねバスコ・ヌニュス・デ・バルボアのね副官がねこの男だったと
いうことなんです。フランシスコ・ピサロね。ということでですね、全てスペインが関わっているということなんですよね。でこれは何かね、統一性があるということはですね、何かここにね、メッセージがあるんじゃないかなというふうに個人的に思っていて、ペンタゴンから解き放たれたね、ドイツの思想、ヒトラーのね、ナチスドイツの思想を持った人たちが解き放たれたね、もともとダーパとか国防総省とかのね、そういったものの中でも強硬派と言われるね、ナチス思想を持ったものが解き放たれたのかわかんないですけども、まあ、そういったね、アメリカを裏切るのかな、そういった中のね、人たちの中に最終的にスペインをね、スペインをこう味方につけて、何かことを起こすのかなというふうなつながってくるんですけども、第三次世界大戦とかね起こった時に、例えばですよ、示唆してるヒトラーがイコールドイツでね、ほとんどの人たちのモデルがスペインっていうことでですね、スペインとドイツとかフランスとかね、その欧州が連合軍みたいなのをね組むのかなというふうな、僕はそういうふうな想像していると。まああくまでこれ都市伝説なんですけれどもね、黒ひげ重力を使いますよね、闇ブラックホールっていうのは重力なんでね、でその反重力をね使った方法、ビッグバンを使ってですね、最後黒ひげを倒すんじゃないかなっていう考察を前の動画でしたんですけども、まあこの黒ひげのね反重力っていうものの能力もね、調べていくと、ダーパがそこを研究してるんでね、国防総省、そしてペンタゴンとの結びつき、これは一体ねどういうことなのか、そしてスペインの関連性、ここはね一体何があるのか、切っても切れない縁があるのか、世界最悪の人たちがその辺から出てくるのか、それとも同盟国を結ぶという暗示なのか、その辺がね都市伝説っぽくなってくるんですけどもね。ということでですね、まあ、皆さんのね考察した意見がねあればですね、ぜひあのコメントにね、たくさんそういうのをね書き込んでいってもらって、まあ、皆さんでねああでもないこうでもないという会話をねしていただければいいと思うんですけども、まあその中で僕もですね、あこの意見いいなというものがあったらそれを取り上げたりとかね、そういう風にしていきたいと思いますので、ということでね今回のお話はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターもやってますのでね、よろしくお願いします。ということでコージでした。バイ。